な他人の不幸がそんなに好きなの？幸福な人生はどれも似通ってるけど、不幸な人生って様々よね。じゃあ今日もある女の不幸な人生を見せてあげるわ。さあこの扉の向こうを覗いてごらんなさいな。人生は一度きり。優しくて真面目なあの人と婚約中の私を無理やり奪った憎いやつ、駆け落ちしたのは影の至り。あの真面目な婚約者と一緒になってればこんな人生じゃなかったはず？本当にそう思う？だったら教えてあげるわ。あんたの婚約者だった人ね、実は結婚詐欺の常習犯だったのよ。しかもズラって知ってた？